この当日、うん、被爆されてから、まあ、三幸橋の方へ、あの退避されたみたいですけど、うん、その時こうご覧になったこととか、はい、ご記憶にあることがございませんか。まずなんですね、ご覧、あれ退避言いますか、恐ろしかったら、まあ、逃げる言いますかね、その時にの様子も橋の上にね、橋の上は死体をこうかけたり、ね、しております。8月翌日ですね、矢賀から庄原へ帰られたわけですね、はい、矢賀から帰りに三好にね、親戚があって、そこで一夜を明かして、そしてここへ帰ってきたと。だからそうなんでしょう、もちろん自動車等を利用して帰ったんですから、はい、あの8月15日に8月15日に戦争が終わったんですが、はい、この時はこっちに帰っておられた。終戦の時は、はい、帰っておりました。それからまた広島へ行かれたと。まあ、なんですの、はい、無我夢中ですね、うん、それからですね、もともとは警察学校を卒業されて東警察署に勤めるはずであったところ、うん、結局その警察に勤めれることにならなかったのは、自分のお体の、あれは私希望で、まあ一応こういう何も受けたので体が十分にないので辞退したんです、うん、なんかやっぱり具合が悪かったんです、この時は。学校卒業された時は、ちょっとね疲れてもおるし、まあ嫌になったと言いますかね、これはもう広島の方に出るのはやめたという気分が多分に出ましてね、そしてこれも希望じゃあったんだけどね、これはもう警察とやっても、なんと言いましてもな、食料増産の時ですからな、うちに帰った方がいいんじゃないかという気持ちになりまして帰ったわけです。特に髪の毛が抜けるとか、はい、歩きから出血するとか、はい、そういうことはございませんでした。現在はありません。当初はね、あの当分は髪が抜けたりいる。それから、まあ、精神的のなんですかね、もうこれは田舎でのんびりやった方がいいというような気持ちもありますね、多分。それは一応は希望で出てな、こういう目に遭うたんですけど、はい、なんと言いましても食料増産です。いわゆる私は百姓の生まれですから、百姓でなきゃいけんという希望が多分にありましてね。そういうことで。それから戦後のご健康ですが、はい、どんなでしたか。戦後はですね、こういう目にも遭うたんですが、まあまあだいたい健康体の私なんでしたから、こうして元気でね、この被爆者の会で、うんうん、平和記念式へ行かれたり、うんうん、活動しておられますが、はい、どんなお気持ちからこういう運動をしてこられたんでしょうか。それはこれもありますね、被爆者の会というものが結成しましてね、そして私はまあ
この地区の役員としてたびたび、初めはね被爆者も多いし、そしてこの被爆者の会が大変盛んにといいますかね、趣を置いていろんな役員会とかいろいろと行事があったわけでございます。そしてそのうちに会費も徴収しておりましたが、これ昭和16年、毎年広島にね、原爆投下には広島に行って、まあ広島自体も原爆投下以後いろんな行事がありましたが、その行事は必ず出席してね、死亡者の冥福を祈っておりました。今ですね、はい、まあ原子爆弾のこと、はい、どんなふうに考えていらっしゃいますか？これはですね、もう人類の撲滅の機会といいますかね、それで現在もご承知のように北朝鮮は核とかの、これが大きな核という言葉がね、大変世界中に広まりまして、北朝鮮も核をどうとかこうとかいうのが現在ね、新聞に載るしいうことは一番恐ろしいこと。まあ二度と使ってほしくないというお気持ち。そういう気持ちですよ、うん、それは日本ばっかしない、全国はそういう、今に出るでしょ、北朝鮮が核を増強したとか、まあそういうようなことはい。